内山明3月3日隊は、日本の政治家、社会保険労務士、衆議院議員、総務大臣政務官、新党絆代表などを歴任した。2011年4月20日、全国都道府県統計主管課長会議に、出席2011年4月20日、特別行政相談所を視察千葉県柏市生まれ、流山市八木北小学校、 流山市立時は松中学校、専修大学松戸高等学校、専修大学小学部卒業。1987年、内山ローム管理事務所所長に就任。1991年流山、青年会議所理事長に就任。1995年には、年金ライフ社を設立した。2000年6月25日の、 第42回衆議院議員総選挙に立候補、下が落選。2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙では、自由民主党の松本和美を破り初当選した。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、松本に小選挙区で敗れたが、比例復活で再選。2006年、 松本が運動員の公職選挙法違反による連座制対象となった責任を取って辞職したことから4月に行われる千葉7区の補欠選挙への立候補を検討した。しかし、同じ千葉県連に所属していた長田久康が国会質疑で取り上げたホリエメール問題で民主党に対する風当たりが強く当選は困難であると判断し立候補を見送った。 この選挙では、千葉県議の大田和美が民主党の公認を得て当選。これにより、同じ選挙区を地盤とする民主党の議員が二人となった。第45回衆議院議員総選挙における、大田との公認調整問題について、民主党代表の小沢一郎は2007年12月に、次回総選挙でも前回と同様に、内山を7区から擁立し、大田を、 他の選挙区へ転出させる方針を表明。翌2008年に大田が福島2区へ国替えすることで決着が図られた。2009年8月30日の第45回総選挙では小選挙区で当選し参戦。2010年9月の関第1次改造内閣で総務大臣政務官に就任。翌年1月の第2次改造内閣でも留任した。 2011年6月の菅内閣不信任決議の採決では賛成する意向を示し総務大臣政務官の辞表を提出採決直前の大議士会で菅が早期大臣を表明して党内で不信任に賛成する動きが弱くなったことで採決では棄権をしたその後民主党執行部によって3ヶ月の党員資格停止となった 同年6月27日の人事で、浜田和幸の総務大臣政務官就任に伴い、総務大臣政務官を辞任。2011年12月28日、党が掲げる消費増税に反対し、斉藤康式と共に、離党届を提出した。民主党は2012年2月7日の常任幹事会で、内山の離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した。 翌2012年1月4日、9名の衆議院議員で、新党絆を立ち上げ、代表に就任した。新党絆の回答後は、国民の生活が第一には加わらず、当面は無所属で活動する意向を示していたが、一転して、同年11月19日付で国民の生活が第一に入党。同年12月16日の、 第四十六回衆議院議員総選挙には、日本未来の投公人で千葉七区から立候補するも、落選。二千十三年七月二十一日の第二十三回参議院、議員通常選挙に、新党大地から、比例区から立候補するも落選。二千十七年十月二十二日の第四十八回衆議院議員総選挙にあたり、希望の党から岡山3区の公認候補として、 立候補するも落選。2019年5月29日、旧国民民主党総務会において、次期衆議院議員総選挙の岡山3区での公認が内定した。その後、2020年に旧国民民主党が立憲民主党に合流したが、同党内で選挙区内での公認予定者が競合したことで、関東地方の選挙区への国会を提案されたがこれを拒否。 引き続き、岡山3区から立候補する意向を示し、同年10月23日に立憲民主党へ離党届を提出し、その後受理された。2021年4月7日、日本維新の会の千葉七口部長に就任した。ありがとうございます。